どっちゃです。今日なんですけどもね、デラダの、セカンドのデリバリーなんですけども、もうセカンドにして完能でございます。今期も入荷ございません、こちらでね、今回のでもう最後ラストデリバリーという形になりますと。はい、心惜しいですけども、名残惜しいですけどもね、はい、まあそんな感じです。じゃあ早速ですけども、はい、こちらの T シャツですね。これ色違い、前回入ってきたね、ものの色違いでございます。今回はベストがねレッドのものでございます。はい、こちらとあとで、ね、デニムジャケットが、2型ですね。こちらが19SS 今季新型のものですね。はい、ここがね、ここがデラダらしいですね。はい、ここら辺のギミックというかね、あと袖、後ろもこうなってますね。ちょっとこうパネルが、まあこんなデニムジャケットはね、本当デラダならではというかね、他のブランドはなかなかこういったものは出しませんから、まああとでまた着てね、ちょっとご紹介したい。かっこいいです。で、これがですね、実は昨シーズンから引き続きの継続の品番になります。もうほぼなんかブランドの中では定番アイテムというか、毎シーズンちょっと色とかウォッシュ具合とかそういうのを変えて、まあ、継続的にこうリリースされているような、型になりますね。ちなみに、19年の秋冬のコレクションでもこちらの型はありました。ただちょっと色ブリーチされてましたけどね、色は違いました。はい、こんな感じです。これもですね、ここにボタンあるじゃないですか、これ全部取れます。はい、ここのボタン全部取れますから、まあ袖が取れるってことですね、簡単に言うと。なのでまあこのボタンの、外し具合、付け具合によって、はめ具合かによって、まあまたこうシルエットだったりとか、まあちょっとギミックを効かせられるっていう、これもならではのねアイテムかなというふうに思います。はいはい、まあ以上3型と、なります。では早速ね、来てご紹介していきたいと思います。はい、来てみました。どうでしょうか。いやちょっとね、今日のパンツとのね相性がね、思いのほうがいいですね。今履いて気づいたんですけども、このベージュのパンツとね、ちょっと非常に色の相性がいいですけども、はい、こんな感じでございます。最初に言っておきましょうか、これ僕着てるのサイズ M でですね、お値段が4万8000円でございます。4万8000円でございますね。はい、こんな感じ。まあ以前もご紹介しましたけどもね、まあサイズ感はこんな感じでございます。僕 M でね、ちょっとまあジャスト目かなというような感じがしてますけど、でもいいかな。僕はやっぱねジャスト目の提案なんで今、はい、いいと思いますよ。で、まあ一番のポイント、まあこのね、以前入ってきたものを使ってちょっとご紹介しようかなというふうに思うんですけども、まあこれもですね、このね肩のここの線で、一応ドッキングされてます。縫い合わされているので、まあこれをね、このようにベストを、まあ、ちょっとこうフリップオーバーできるというかね、後ろの方にこうポンとこうやると、はい、このような形で、ね、後ろから見るとね、ベストがこうぶら下がってるかのような、まあそういうようなね、こうちょっと面白い、デザインとなっておりますね。全く印象が違うというかね、前から見たら普通の T シャツだけど、後ろにあれみたいなベスト裏返ってるぞみたいな、はい、そんな感じでございますね。ツーウェイというかね、まあそういうような感じです。普通のまあベーシックなね白 T に、まあ、ベストがついているというような、まあだから2着ですよね、2 in 1、 まさに2 in 1で、後ろのこのこれが良くないですか、これね、このアーチが非常にいいんじゃないですか。これだから、まあ、逆もいいかもしれないですね。皆さん今は後ろの方にこうフリップオーバーしましたけども、これをこう前の方に持ってくるっていうのももしかしたらありかもしれないですね。これあ、これもこれ、これはこれで面白いかもしれない。ほら。これもなんじゃこりゃってなりますけど、前に持ってきた時にね、はい、ベストがなんかくっついてる。しかもね、これ、前に、のね、フリップオーバーすると見えるかな。うわ、白飛びうぜえな、これ。
ああ、ほら、タグがね、ここにデラだったら、首元にデラだって首、こうね、タグが見えるようになると。はい。まあ、このような感じでね、着こなし次第というか、皆さんのアイディア次第でね、着こなしの幅を持たせられるような、アイテムかなというふうに思います。まあ、前回も言いましたけどね、デザイナーが言ってました。デザイナーが、デラダのデザイナーさんがね、今季の一番の、お気に入りはこれだと、この T シャツとベストの組み合わせが一番お気に入りだというふうにおっしゃっていましたから、まあ、ぜひぜひ、どうでしょうかと。いいんじゃないですか。もうすごいかっこいいよね。いいね、これ。横顔も素敵です。なかなか面白いアイディアとデザインかなというふうに思います。はい、そんな感じでね、じゃあ次はデニムジャケット着ていこうと思います。はい、着てみました。デニムジャケット一型目の方ですね。どうでしょう。 いや、これかっこいいな。これはかっこいいわ。最初に着てきました。これね、僕が着てるのは今 XS ですね。 XS というサイズでございまして、お値段が7万円かな。7万2000円でした。すみません、7万2000円でございます。どうでしょう、サイズ感としては。まあ、僕結構これ XS でジャストって感じかな。どうでしょう。いやー、やないですか。僕は好きですけどね、これね。よし、じゃあ、いろいろ説明していきますと、じゃあ、袖どうでしょう。まず袖ね、ピントは、あったか、よし。まあ、こういうような仕様ですよね。ここにちょっとしたスペースがあると。ね。で、腕のこの。だこれ、まあ、タラーンとやってもいいですよ。ほら、こう、タラーンと。タラーンとやってもいいし、まあ、止めておいてもいいし、まあ、こうやってもいいかもしれないですね。袖を、このスペースから手を出してしまうというか、なんかそういうような着こなしでもいいかもしれないです。これね、こうやって。まず袖が一つポイントじゃないですか。で、この袖もそうなんですけどもね、ここもそうですけど、デニムの裏返ししてますよね。裏返して、ちょっとこのコントラストを出してるというか、そういうような、ところですね。どうでしょう。袖だけでもまずちょっと面白いっていうのと、まあ、ここだわな。一番はこの前身頃のここ。ね、非常にデラダらしいというか。このね、僕が好きなのはね、見て、ここもう、ここ平行にね、ボタンがあるでしょう。ここにボタンとボタンホールがさ、こう平行に、ここの着脱可能な部分とのね、このボタンのところがこう平行にパンパンパンとある。ここが、このラインめっちゃいいなと思います。ちょっとここ外してみましょうかね、ボタンをね。取れますから、全部取れますよ、ここ。こういうふうに。だから、こうやって、まあ、これもボタンをどこまで止めて、どこまでね、外すかっていうことによってね、結構、印象が変わってくると思います。これ結構面白いですよ。ほら。例えばだけど、この上の方だけパチッと1個止めて、こういうような状態にしたらね、なんかこう、タラン、タラン、タラーンみたいな。で、ここタラーンみたいな。なかなかこの、何？構築途中というか、なんかまだこう作ってる途中のタラーンみたいな、印象がないですかね。こう未完成みたいな、なんかそういう雰囲気もあるし。で、今僕は下にね、白 T 着てますけども、まあ、中にね、もうちょっとこう特徴ある色とか、なんか差し色とか入れれば、まあ、ここでチラッと見せさせたりして、まあ、ちょっとレイヤードみたいなところを楽しむこともまあできますし、なんか本当に工夫次第でというか、面白いですね。ちなみにこの背中の方も全部取れますから、ここ。ここも全部取れますので、非常に面白い作りですよね。この脇腹ね、こうアシメな感じとね、非常に良くないですか。僕はこの胸ポケットのところが好きだな。より
より足目感がないですか、ね、この胸ポケットのところタラーンみたいな。まあ本当これはならではっていう風な感じがしますよ僕は。うん、なかなかないですよね、うん、面白いかなというふうに思います。あ、いいね、かっこいい、うん、ちょっとタイトめに着ていかがでしょうか。まあ同系色のデニムとかもありだと思いますし、なんかねこうやってスラックスっぽいのと合わせてもありですね。これはかっちょいいわ。はい、そんな感じで、じゃあ最後もう一方、はい、着てみようと思います。はい、着てみました。どうでしょう。いや、これもこれでねかっちょいいんだよな。また印象が違くてどうでしょう、うん、さっきのともまたちょっと違うと思います。でね、最初に言っておきましょう。これはですね、サイズが S です。 S サイズで、お値段が7万円ですね。7万円、はい、7万円でございます。どうでしょう。でさっきの XS でこれ S なんで、ちょっとねほら袖とかもちょっと長いでしょう、まあ、若干先ほどよりも、まあ、ワンサイズ上げてるんでね、こんな感じでございます、ね、はあ、座って話しますわ、こっちの方が分かりやすいんで、はい、そんな感じです。まあやっぱなんといってももうこれはここですよ、うん、ここのねボタンでこう着脱させてちょっとこうシルエットを変えて楽しむっていうところがやっぱこの、ジャケットの一番の楽しみ方かなというふうに思います。はい、例えばこういうふうにしてね、後ろと前と後ろのボタン1個ずつ今開けました。そうするとちょっとこうタランと肩がね垂れ下がるというか、ちょっと待ってくださいね、ほらこういうような、これかっこいいな、この着方、うん、ちょびっとこう肩を見せるというか、うん、ちょっとこうめくってね、この着方はかっこいいな。あ、これかっこいいな。あ、これ好きですね僕。ちょびっと、うん、非常にかっこいいのではないですか。いや、これもならではだなというふうに思います。はい、あ、ちょっといろいろさっき興奮しすぎて話すの忘れたことがあったんですけど、まずねこのボタン、ピント合えあった、わかるかな、これデラだって書いてあるんですよ。刻印入ってるじゃないですか。あのね、デニムのこのジャケットに関して言うと全てのボタン全部デラ だ、オリジナルのボタンをまず使ってます。だからディティールも結構こだわってますよね、うん、オリジナルで作ってるボタンを使ってますと。であと生地の話しなかったね、さっきね。生地はですね、あのウォッシュがかかったデニムのジャケットですよね。だからそこまで薄くもない、ライトでもないし、ヘビーでもないし、まあ一般的なデニムの生地をイメージしていただければなというふうに思います。まあウォッシュかかってる分ちょっと柔らかくなってて、馴染みはいいかな、肌馴染みはいいかなというふうに思いますね。はい、そんな感じです。いや、いいね。 あとねこっちのこのタイプのジャケットだけこのボタンのね、配置がウィメンズ仕様ですね。逆です。だからそこだけちょっと違いますね。こっちはメンズ仕様なんですけど、こっちちょっとウィメンズ仕様ですね。なぜかわからないですけど、うん、はい、そこがちょっと違うかなと。いや、これいいな、この着方いいね。あ、いいじゃないですか。非常にらしいアイテムかなというふうに思いますから、ぜひぜひ今後も、まあ、ブランドのシグネチャーとしてね、毎シーズンこうでアイテムリリースされるアイテムかなとも思いますし、ぜひぜひ春アウターとして羽織としてね、いいんじゃないですか。ここまで変態なデニムジャケットもあんまりないと思いますから。ここもいいな、このもうポケットの上にボタンバチンバチンみたいな、もうポケットなんか知らんみたいなポケット知らんぞみたいな感じのこの作り、このディティールも好きですね。もうポケットを用なしにしてしまうっていうね、すごいいいなと思います。はい、そんな感じで
非常にね、ブランドらしいギミックが効いたアイテムだと思いますんで、はい、ぜひぜひチェックしていただければなというふうに思います。また詳細の方はね、概要欄に貼っておきますから、ぜひぜひチェックしていただきまして、基本的に再入荷はございませんのでよろしくお願いしますって感じでございますね。まあ今回でラストですけども、まあちょっとね早かったなと、寂しいなというふうな気持ちありますけども、はい、そんな感じでございます。では